はい、今日の森友事件は安倍昭恵さんというね総理夫人についてちょっと記事が出てましたんで、見てみようかと思います。この記事は2020年の4月23日ということなんで、ほんとついさっき出た感じですよね。12時にリリースされている記事です。今13時55分なんで、ほんの2時間弱前にこの雑誌アイラの方にね掲載されたところからのネット記事になりますね。で、私は昭恵さんと絶縁した森友問題から大分旅行まで、元法友が見てきた総理夫人の素顔ということですよね。で、安倍昭恵さんと、まあ、仲良くしてらっしゃった方が、もうこの度ね、ちょっとあなたとはもう付き合えないよみたいな感じで、まあ、業を煮やしたのかなっていうふうに私は受け取ったんですけども、記事まだしっかり読んでないんですけども、ちょっとね、ずっと見てみましたね。またやっちゃったなと思いました。彼女らしくて真剣に怒ったり呆れたりする感じは特にないですね、というふうな感じで、お話しされているのが、安倍昭恵氏と親交が深かった元バー経営者の高坂勝さん50歳ということですよね。この高坂さんって方は東京池袋でオーガニックバーをされているんですけども、今でもやってるのかな、まあ、あの言論の場っていうのを提供しているみたいなんですよね。で、店主の高坂さんは自他ともに認める反安倍で、店頭には安倍政権反対の看板が掲げられていたほどだということなんですけども、まあ、そんな中ね、安倍政権の中心人物といえる女性が常連客にいたというところが、これなんですよ。安倍昭恵さんなんですよね。だから完全にアウェイな場所で、まあ、飲んでいたのが、この安倍昭恵さんですよね。だって反安倍の巣窟とも言えるようなね、ところで飛び込んでいくわけですから。普通ちょっとなんかね、策略がない限りできませんよね。で、いろいろとあったみたいですけども、なんかね、ここですね。首相夫人という立場でしたが、仲良くできたというふうに、このね、高坂さんは言われてますよね。で、安倍晋三氏は一番嫌いな政治家だと面と向かって言いましたが、安倍昭恵さんを動じることはなかったというふうにもコメントしております。で、いろんな話をしたということなんですけども、第一次安倍内閣が下野した後の立教大学、への進学が大きかったのではと高坂さんは話してますよね。立教大学に安倍昭恵さんって行かれたんですかね。で、いろいろあったんですけども、ちょっと私が注目したのはね、この森友ですよね。やっぱりタイトルにもありますように森友事件ですから、私が扱ってるのは。で、ところが2017年ですけども、二人の友情を破綻させる出来事が起きた。要するに複雑な関係の安倍昭恵さんとこの高坂さんですけども、反安倍と安倍総理の夫人という、このね、本当は微妙な関係が、なんかうまくいってたんでしょうね。友情まで発展させてたわけなんですけども、今回破綻させる出来事が起きたってことです。安倍昭恵氏の関与が伺われた森友事件。ね、こちらですよね。これが二人の関係をね、やっぱこう決定的なものにしたわけですよね。こういうふうに言ってます。今までは店内で昭恵さんに批判が集中しても、夫がやっていることだからと切り離すことができましたが、森友問題は昭恵さんも当事者でしょう。鬱になった人もいるし、自殺者まで出ている。昭恵さんには悪気はないと思いますが、結果的にたくさんの善良な官僚を追い込んで、傷ついたわけです。昭恵さんに対しても今までのように、容赦はできない、許容はできないと思いました。当然ですよね。逆に言うと、安倍昭恵さんがね、のほほんと飲みに来てるところに、もう神経逆なでするんじゃないかなと思うんですよ。で、それに対して悪びれた様子もなくって、まだね、好き勝手なことをしていると。あなた、人が死んだことに対して、あなたがね、重要なポストにいて、証言する、その責任もあるってことを理解してますかみたいなことだったんじゃないかなと想像するんですけどね。で、そうした思いを抱えていた高坂さんは、森友問題の発覚後に、昭恵氏と電話で話した。すると、私は悪いことしていない、と話されたという。悪いですよ、すごく。すごく悪い。それに対して高坂さんは、総理大臣の妻として世間や俺に言えないこともあるんでしょと聞くと、昭恵さんは少し間を置いて、うん、あると言った。私は、これ高坂さんですよね。言えないことがあるんだったら、僕の店には来ないで、と伝えました。ということは、私は悪いことしてないとは言うんですけども、やっぱりね、数々の事件に対して、官僚の不正に対して、うん、言えないことがあると。そのきっかけを作ったのが自分だっていうことだと思うんですよね。で、昭恵氏はおとなしく、うん、わかったと応じたということですね。事実上の絶縁宣言のちも、昭恵氏からは、近くの店にいるから来ないなどの誘いがあったが、高さんは会ってないという。よくこんなこと言えますね。本当にね。なんだよ。なんでしょうね。森友問題も、昭恵さんの人柄からして悪気はなかったのはわかっていますが、
会えば会ったで、あれはどうなったのかと問いたくなる。あの、悪気はなかったとしてもですよ。ね、動機は。結果的に、まあ、人がお亡くなりになったり、安倍昭恵さんの行動や証言に、この事件のね、森友事件の重要なキーがたくさん入っていると。で、改ざんされた文書の中には、昭恵さんの名前が何度も出てきている。っていうところを考えたら、あの、無責任ではいられないと思うんですよね。なのに、近くの店に来ないっていうのは、ちょっとね、理解できないと思いますよね。で、少なくとも、今は笑いながら語り合う気にはなれないし、事実を明らかにしないなら友人としての縁を復活させたいと思いません。よく言ってくださいました。ね。改めて問題となっている花見写真や大分旅行について問うと、諦めたような口調でこう答えた。脇の甘さが天真爛漫な彼女の魅力なのだと思いますが、またわざわざ批判されるようなことをしちゃったねって感じです。安倍政権の足を引っ張るのは歓迎ですが、安倍昭恵さんって、安倍総理のね、なんか全てをね、ぶち壊してるんですよね。で、ひいては、麻生財務大臣、ほか財務省、官邸、菅官房長官、めちゃくちゃにして、プラス、国会の審議をね、大いに中断させてるんですよ。野党が言ってみればね、同じような質問を何回も何回もしなければならないのも、で、アナ、コンチネンタルホテルが、妙な表現をしないといけないのもね、全部これ昭恵さんから始まったことですよね。私はそう思うんですけどもね、この昭恵さんが全ての元凶であり、悪の枢軸だと言ってもいいのかなと思うんですよね。うん。まあ、それはね、なんでこういうことを言うかっていうと、昭恵さんが証言しないことなんですよ。良きにつけ、悪きにつけ、やっぱり公の場でね、自分が関わったことだけでも、しっかりと話さないといけないんじゃないかなと思います。飲み屋に行って話してる場合じゃないと思いますよ。ですから、この高坂さんっていう方はね、毅然とした方です。もし今ね、昭恵さんと仲良くしてらっしゃる方がいるとしたらね、この人が死んでしまった森友問題について、いや、友人としてね、ちゃんと忠告してあげた方がいいと思うんですよ。ね、じゃないと、お友達とね、昭恵さんのお友達として付き合ってる方まで、その品位を疑われると言いますかね。うん、何なんだろうなと思いますよね。なんでしょうね。なんか、私悪いことしてないってよく言えるなと思いますよね。いやー、悪いと思うんですけどね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。はい、最後、ちょっと読ませていただきますね。数々の軽率な行動により、大切な友人まで失ってしまった昭恵氏。そうした過去を内省し、今だけはステイホームしていることを願うばかりであった。誰が書いたんですか、これ。飯塚大和さん。ステイホームしてることを願うばかりで、本当ね、なんか、シャレが効いてますね。まあでもね、森友事件はシャレが効かないです。シャレでは済まされないです。お人が一人お亡くなりになってね、他にもまだね、お亡くなりになっている方がいると思います。特に精神的にお亡くなりになった方がいると思いますし、この事件に昭恵さんの存在をかき消すことに協力した方が、普通のね、まあ、昇進の仕方ではない強引なポストについているってこと。そして引いてはですね、黒川検事総長が三権分立を壊してまでね、今の地位にいるってことは、昭恵さんが三権分立を壊したと言っても過言ではないのかなと思いますよね。昭恵さん、昭恵さん、大丈夫ですか？こんな生き方してて。ね、安倍総理は私思うに立派な政治家だったと思いますよ。でも、嘘まみれの政治家になってしまったのは昭恵さんに責任があるんじゃないかなと、私は思うんですけどね。いかがでしょうか？皆さんどういう風にお感じになったでしょうか？コメント欄で、お気持ちをいただけると幸いです。私はね、あまり詳しく知らないのに勝手なことばっかり言ってますんで、それは違うぜっていう風にね、ツッコミを入れていただけましたら私も勉強になります。よろしくお願いします。